はい、こんにちは。この子猫です。さて、2024年もね、半分が過ぎたということで、今回は2024年上半期に読んだページ数の多い本、ベスト3をね、紹介しつつ、読んだ本の合計ページ数を発表していきたいと思います。まあ、さて、まずね、ページ数が多い本、第3位ですが、こちら。月は無慈悲な夜の女王、686ページです。まさかあのね、SF 館のベスト3入り、もうこれは驚きました。 いやでもね確かにね長いしね分厚かった、まあ、著者はねロワート・エ・ハインライン、まあ、元祖タイムリープモである「夏への扉」が有名な作者ですね夏への扉もそうなのですがこの作者の、ね、特徴はね何といってもね軽快な文章月はね無慈悲な夜の女王も、まあ、タイトルにはね似合わず文章はかなり軽め主要登場人物であるね月所属の人工知能マイクが軽妙な冗談を飛ばしながら 地球の圧勢に立ち向かっていきます。まあ、686ページと分厚くはありながら、スラスラ読める一冊でしたね。まあさて、そうページ数がね、多い本、第2位ですが、こちら、フロストビル、714ページです。いやね、これもね、月や無慈悲なような情報同様、分厚いんですが、軽くね読める一冊なんですよ。 イギリスの作、ね、家アールディ・ウィングフィールドが描く警察小説なんですがまあ軽い、まあ、次から、ね、次へと前の事件が解決しないままに新しい事件が矢継ぎ早に起きていって飽きないし何より、ね、主人公であるフロスト警部がとんでもないダメ警部すぎて面白い口は悪いし素行も悪いおまけに品もない、まあ、たまに、ね、人情味があるところを見せるが基本的にはもうダメ人間 まあそれでいてね、推理が当たるかというと、さっぱり当たらない。手当たり次第にね周りをね疑っていった末に、下手な鉄砲も数打ちゃ当たる戦法でようやくね犯人に行き着くという。こちらも714ページと分厚いですが、独特なね魅力のある作品で、最初からね最後までスムーズに読むことができる一冊でした。さて、ラストね、2024年上半期に読んだページ数が多い本、第1位ですが、こちら。 オリバーーツイストページでしたいやこれもですねもう軽いんですわもうなんかね今回ね分厚いけどね軽い本ばかりでしたもう作者はねクリスマスキャロルやニトモノガで有名なイギリスを、ね、代表する作家チャールズ・ディケンズいえ軽いとは言いましたが内容自体はね重いんです、まあ、孤児である主人公のオリバーツイストが 社会の、ね、闇に翻弄されながらも幸せを、ね、手に入れていく物語個人での日常的な虐待や、まあ、孤児を使った組織的な窃盗身寄りのない娘の売春の圧戦など、まあ、数々の、ね、社会の闇が描写されておりテーマ自体は非常に重い、まあ、しかし作者ディケンズは、ね、この重い内容をあえて軽妙に描くことで多くの読者にこの事実を知ってもらおうとしているんですね、まあ、863、ね、ページと分厚い しかしね、文章は軽い。しかし、メッセージは深い。というね、いろいろなね、要素を併せ持つオリバー・ツイストが、2024年上半期に読んだペースが多い本、第1位となりました。まあ、ということで、ベスト3をね、紹介しましたが、ではお待ちかね、2024年上半期に読んだ総ページ数ですが、こちらです。57冊分、合計2万693ページでした。まあ、月平均ね、3500ページ。 1>, 1冊の平均ページ数360ページですね。まあ、重い本から金めの本まで多くの本が読めて非常に充実した半年だったかと思います。まあ、下半期もね引き続きいろんな本を読んでいきたいですね。ということで今回は2024年上半期に読んだ本のページ数について話をさせていただきました。皆さんもね、ぜひ上半期は何冊何ページを読みましたこんな分厚い本を読みましたみたいなのがあればコメントいただければ幸いです。とこのようにこのチャンネルでは毎日1回。 読書に関する動画を投稿していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価、やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ